Yo yo, Fig Engine. It's Tuesday, Foosday. 一緒に学校行く前の準備しましょう。朝ごはんのために玄米ないみたい。寝る前に作ると忘れちゃいてしまいにくいし。学校行く前の食べ物と持っていくやつ、全部の準備を一緒にやりましょうか。卵タイム。まずは鍋にオリーブオイルスプレー。ヒュー。次は 200g 牛肉。ブーフ。ペッパースプレー。塩。一回火を消して、それからなんか卵の白身、もうそうそう終わりだね。なんかこの食べ物はすごい便利。玄米と一緒に混ぜるし、その後トルティア、ブリートとかタコスでも作れるし、パンの上にでも乗せるし、すごい美味しいし、サブサと混ぜて、まあ何でもと混ぜたら美味しいと思うよ。まあユニークだからね。いい感じになった。ちょうど茶色が出てきましたから、これ火を切るね。僕が今日ケチャップこの上に乗せてから、もういい。カブツがケチャップに入ってるから玄米ないけさ。じゃあこれ箱入れてから、チキンもあるし、そうチキンで、これも前に一日中の食べ物動画に載せたで、まあちょっと出る前にこれ飲んで、まあそのパターンだね朝は。であと15分ぐらいバス乗らないといけないから、この動画を切りましょう。Tuesday, Foosday を見に来てありがとうございました。Fit Gaijin のチャンネルでは、外国人、日本人、女、男関係なく、必ず頑張ったら、あなたもう Gaijin っていうことです。だから、この動画の下に、いいね、やら、どっちでもいいんですけど、その後登録してください。この前に確かなことは、何でしょうか？ Stay Fit Gaijin!